はい、皆さんこんにちは。はい、ハリウッドはね、なかなかね、涼しい一個になってますけど、あのたまにはね、やっぱりあのクーラーが必要だってことを言いますけどな、はい、で今日話をしたいのは、はい、言いたい放題です。言いたい放題、今若者に言いたい放題、若い子たちの、ね、考え方もらったんですけど、はい、いろんなものに僕は、ね、すごく言いたい放題したいんです、はい、うん、で、あの全部が全部若い子が悪いとか言うわけじゃないんだけど、常識で考えて物の世の中成功するために必要な最低限のことって分かってないと、大人は協力したくない。そうだね、あの映画の中でも話してたんだけど、ね、子供がさ父親にあのいろんなこと言う場合あるじゃない、うん、ああいうのもおかしい。例えば長嶋一茂にあの娘がね、うん、臭い臭いって言った。これ例えばそんなことを親父に昔言ったら、うん、ぶん殴られて大変なんだよ、うん、だからさ、あの関係ないんで臭がらず疑うと違う違うだから、それも含めてね、ちょっと話したいです。これ若い人に反感があるかもしれないけどね、うん、はい、ということで行きましょう。言いたい放題チャンネル、それでは今日も過激に行きます。言いたい放題チャンネル、でね、あの映画で俺ね2012をあの変な話で見てて、あの、うん、まあ、映画の中のシナリオだけど、父親をなんか軽蔑してるような言い方をする。子供ってやっぱ反抗期があるから、うん、そういう時期は あるんだろうけどね、うん、だからあの結局さ、でも子供って一人じゃ生きていけないってことは分かんないけどね。そうだね、うん、だから変な話だけど、昔の子供たちってのは、うん、その貧富のさ色々とあろうとやっぱりいろいろお手伝いしたんだよ、うん、だから弟とか妹の面倒は自分が見なきゃいけないとかね、うん、そういう中でみんながやってご飯を作るのはお母さん、仕事をしてお金を稼いでくるのはお父さんっていう役割があったわけ、うん、そうすると今の人たちはさ、うん、女性とね男性でなんで家事をやるのがお母さんでお父さんだと、うん、そういうふうに言うんだよって言うけど、それはおかしいんだよ。そういう風習できて、そうだ、ね、でそれを望んでる人もいるんだから、それが嫌だったら、うん、結婚の時そういう話をして結婚すればいいわけ、うん、そうだね、それだけのことね、うんうん、だから専業主婦がいいっていう人もたくさんいるのに、うん、やたらなんかさ正当性とか男女同権とかわけのわかんない、そうそう、ね、それがおかしいっていうか、野党議員がいるでしょ、そう、これでね、やっぱり僕ら思うんだけど、例えばいろいろ社会に出てくる、例えばアメリカに出てきて一生懸命頑張ってね、うん、マシャ目指すことって、なんか一番重要なのは大人とうまく付き合うんだね、うん、これ絶対です、ね、うん、で大人は約束を守ることが一番重要なの、約束の時間も含めて、うん、それでそういうことがダメだったら、まあ、今回ねあのうちの教え子の弟子の子があの、まあ、バイトの面接に遅刻しちゃったんだよね。僕というか来なかった、ね、来なかったね。でその時の言い方があの要するに確認できない、要するに僕ね日にち間違えましたって言うから、俺言ったんだよ、要は既読してんだろ、うん、で既読してたらさ分かってるわけじゃないって言ったら絶句しちゃったんだよ、うんうん、でやっぱりねそんな話をするんだ、だから、うん、でもね関係ないの、その日に来なかったら紹介者の顔が潰れるんだから、うん、やっぱりねストレートに要するにあの 気づかなかったなんてありえない、寝坊したかどうかわかんないけど本心を言う。だから俺はよくねあのウィザードームやってた時に、うん、みんなが遅刻しちゃったりするんですよ、どうしたって言った時で正直ねと、寝坊が一番許せること、うん、起きてないんだ、正直だからね、もう次寝坊しないためにどうするか、うん、これは遠藤大学の時に散々あったんだ、うん、なぜかっていうと遠藤大学って低血圧、起きれない、うん、でもね苦労してたね、うん、要するに起きれないために人生すごく苦労してるわけだから、うんうん、だから戦っていたんだ、戦うんですよ、でもねやっぱ克服しなきゃいけないの、どんなことがあったって、そんなのがバカらしいから、うん、で世の中とのことも知ってね、大人とどう付き合えるか、うんうん、だから若者らしいとか子供らしいってのはなくて、それはダメっていう意味だから、うん、やっぱり、うん、あの大人の仕事ってのはしっかりしてて、ね、やっぱりあの修羅場くぐってるから、あとなんかほらもう亡くなっちゃった生徒さんで、うん、なんか慎吾さんとかね、うん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 、やっぱりダンスのレッスンとか行ってて、うん、で先生が遅れてくる先生がいるらしくて、とやっぱり習うがモチベーションが下がるというふうに言ってて、ね、うん、でね、いつもその先生ギリギリに来るんだけど、たまに5分遅れてきて、うん、だからね5分遅れたら次の日はちょっと5分前来るとかすればいいのに、やっぱりその人はギリギリに来ると言って、うん、だから人間としてそういうのはダメ、うん、あのだからね俺ははっきり言いたいんだよ、うん、それは大人の子供じゃないんだけど責任感だよね、そう、日本人だったらその責任感を持ってほしいね、うん、あの例えばユダヤ人 あのボビーは、うん、もう時間ルーズだから、うん、だから本当にねあの時間ルーズで自分勝手だから置いてかれちゃうわけだから、そうだね、うん、で置いてかれた時に怒るんだよ、ね、そう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 怒るのね、でその時に堂々とお前が悪いって言ってあげなきゃいけない、そうそう、うん、びっくりしちゃうけどね、そうするとね、うん、ていうかあの置いてかれてね、怒らなければ私も怒らなかったけど、うん、話したあの時なんかあのね、なんだろうな、うん、7時に食事に行こうと言って、私とボビーが2人で行くことに、そう、これもね別にあなたの義務じゃないんだよ、義務じゃない、だけどみんな動いちゃってて、じゃあ連れてってあげてねって、ね、いろいろできないし、俺はあの人と待ち合わせがあるから連れてってあげてね、うん、うん、って感じで、じゃあ7時に集まろうかってなって、うん、じゃあそうしようってロビーに集まって、だから洗濯物をしてたらしくて、うん、そうそう、
で、あとちょっと15分ぐらい待ってもらえる、まあ15分ぐらいならいいかなって言って喋りながら待ってて、でまだちょっとあれだからクリあの片付けるのに5分でちょっと待っててって言ってチェックしに行ったらまだ乾いてなくて、あとちょっと15分ぐらいかかりそうって言われたから、じゃあね、食べに行く場所ホテルのレストランで食べれば洗濯物見ながら食べながら行けるからいいんじゃないのって言ったら、自分はね多分うなぎが食べたかったでしょ、高いやつで、なんか自分の気に入ってるレストランがいるあるからちょっと待っててくれって言われて、あと15分とかで待たされて、で行ったらまだ乾いてなくて、あともう15分とかなって結局1時間ぐらいになって、でさすがにもうちょっと待てないと思ってね、あの柳田さん電話してもう置いてっちゃっていいよってなって置いてったら、次の日たった5分なのに待たなかったとか逆ギレされて、だから切れちゃったのね私が。だからね、いい加減な、だからこの間ね、俺もそうだったんだけど、名古屋に行った時ね、これ若者の話じゃないけど、バカ者の話になってるけど、名古屋で、行くとき、名古屋じゃない、違うわ、大分の方に行くときかな、福岡かな、とにかく行くときに、名古屋のホテルでね、寝て、その翌日が、前日がすごかったね、朝まで。で、6時ぐらい。だからさ、6時なんて無理だよ、ね。で俺も寝てない、俺なんか寝てないってお前がスーパーマンだとか言ってたけど、とにかくロビーに6時だったらそれは無理って、ね、俺は12時にロビー行くっていうか、ダメだと、飛行機の時間が11時半なんだし、とにかく6時に来いって言ったら、いや俺は12時って決めたからと、で分かったと、じゃあお前勝手にしろと、しばらく待ってたんだよ、じゃあ俺たち先に行ってるから、自分であとうまくね、超過料金はチェックアウト自分で払って、それであと全部やって来てくれとね、現地の待ち合わせから飛行機の代も出せるだろうって言って、もう動いちゃったの、ゆっくりでと、そうしたら慌てて起きてって、本当だ、本気だって分かったから、笑っちゃうよね。でもそれはね、本人たち気がついて、あまりにも忙しく乗ってギリギリ間に合わなかったのに、飛行機 の, 航空機の職員が特別道作ってくれて間に合った。だから、あいつね、本当に冗談じゃなくて間に合わないってことを知ったから分かったんだけど、でもそんな無理だよ、だって俺昨日寝てないんだぞ、お前がマジックやめなかったから寝てねえだけだろう、ね、まあそういうことなんだよね、名古屋でね、女の子に見せまくってたから、いい気分になってたの、まあ、いい加減なことに関してはそういうやつもいると ね, いるね。ボビーはもうそうだけど、もうビルなんかすごい時間正確でさ、そうそうそ う, もう、ね、もう待ち合わせしたらもう全部チェックインも済ませていたっていうね、あれもびっくりした。そうそうそう、うん、だからね、それも考えてさ、でもさ、僕らはそういう人間にはそういう人間の付き合い方をするから、うん、若い人たち考えてほしいの、はっきり言って絶対に年配とかで待たしちゃいけないし、終わりだからそれで、要するに信用がないからね、だからレフティ君、僕のね、仲のいいレフティ君のやっぱりさ、お友達の逸話なんだけど、阪神大震災でも全部が壊れて大変な時に、約束の時間に間に合わせるためにヘリコプターを雇って、ヘリコプターで来たって、すごいね、すごいけど、それ俺にとっては当然だから、俺なんかロゴマグで入院しちゃってさ、ね、肺を回復して1個取れって言われてる時に、俺は切腹してでも出るって出てきてキャッスルに来たんだよ、ね、でキャッスルの撮影に立ち会ったの、みんな不安になっちゃって俺が来ないから、そうしたらキャッスル人間たちは柳田は全部約束を守ろうとこだって言って俺の神話が生まれてきたんでしょ、だからやっぱりさ、人間の信用ってそういうことで、守るのは難しいけど、守ることが大前提で動かないといけませんね。だってさ、それが大事な賞の仕事でさ、すっぽかしたらどうなるって、ありえない、そういうこと。だってたくさんみんなチケット買った人がいてさ、すっぽかしたらどうなるって、この間危なかったけどね、やっぱり熊田さんのところのレクチャーと、ぶち当たっちゃったよ、あそっか、あのサンダラボッチでしょ、その時にやっぱりカリキュレートして両方とも同日にこなすっていうさ、離れ技も俺たちの責任だし、そのためにね、やっぱりみんなさ、配備してみんなに手伝ってもらって、やっぱり約束を守ると、無理だってやめちゃったら簡単なんだけど、どっちやめんの、もうね、ありえないでしょ、梅ちゃん見てくれたし、あとヴィンセントっていうね、助かったね、助かったマジで、ね、本当ね、いいですよ、まあね、だからそういうことも含めて、やっぱり世の中で成功してリーダーシップを取っていくっていうことはそういうことで、今の若い子たちにそういうことを考えた時に無理だと思えない、だから昔の子たちはそういうことは教えたの、教えたらないこといっぱいあるんだよ、シュートでも小林でも、だけど約束の時間はすごく大事、大事だよね、私結構約束の時間守んないみたいだけど、だけどそんな大事なことは当たり前なんだってことをさ、分かってほしいんだよね、遅刻ってありえない、ありえないね、ありえないの、まずね、だってさ、5時からスタートするショーなのにさ、遅れましたのに済まないでしょ、ねえ、みゆちゃんがどっか行くときにさ、やっぱりさ、車が調子があって動かなくなった時だってさ、すぐもうウーバー頼んでさ、吹っ飛んでくるんだもんね、でウーバーでも間に合う時間に設定してるから、そうだから朝起きる時間とかそういうことも含めて、余裕を持った設定をすることがすごく大事なんだよね、人に迷惑がかかるってことは分かんないけどね、そうなんだよね、本当その人がいないとき誰が埋めるのって言ったときに、要するに遅刻しても単純に30分ぐらいだろうとかさ、そういうやついるんで、反省してない人はもう反省ないよね。
だから絶対遅刻はダメということで、今回の言いたい方さあ若手頑張ってくれ、遅刻はダメだぞ、はい、約束は守れ、はい、さよならです、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。